悟りを開くという言葉がねありますけど悟りを開くって、まあ、一体何なのかということと、まあ、何のために悟りを開くのかということとねあのまあほに世の中っていうのは自分のために生きるのか他者のために生きるのかというところで。 まあ、大きく二つにね目的が人の目的が分かれてるということですねそれで、まあ、悟りを開くっていうのは、まあ、あくまでも、まあ、他者のためにという位置づけになりますねこれが、まあ、自分のためにってなってたら、まあ、これは大きくその意味合いから外れていくということになりますんで。 あのまあ、じゃあどうやったら悟りを開けるのかとでどうなぜ悟りを開いたら他者のためになるのかということはまず、まあ、悟りを開くと、まあ、その人の、えー、ご縁のある人たちの病気が治ったり、えー、またその方の住んでる地域の、えー、災害とか事故とか事件とか、まあ、そういうものが減るということですね。 でこれが明らかに周りの人が見てても分かるので、えー、過去にはこの新人ということでね、えー、人間でありながらその生きながらその神様としてこの扱われた人たちが、えー、過去にはやっぱりいるんですね。それで、あのー、この普通に皆さんが気づいててなくても 職場にもしかしたらその悟りを開いてる人がいるかもわかんないし、えー、こんな人がっていう人がね悟り開いてる場合もありますね。もう本人が気づいてない場合もあるしね。えー、ほとんどが本人が気づいてない場合が多いですね。で一番多いのがやっぱり子供を持つ母親の中に結構。 その割合的には多くいますねで全く本人は気づいてないっていう状態があります。でそのまあもちろん気づいてないので因果関係はつか、まあえー、めてないし周りもつかめてないんですけどあの明らかにその子供が病気しないとかね、えーまあ、学校の成績がいいとかね、えーまあ、親孝行するような子供とかね えーまあ、そういう形で、まあ、交通事故に遭わないとか、まあ、そういう形でその遭、まあ、わない交通事故に遭わないとか怪我しないとかっていうことはあったことをなくしてるとか、えー、大事故に遭ってるはずが、えー、なくなってるというようなことはもうこれは全く人には、えー、そんなことは分かんないですよねだからもう気づかないうちにその母親の,その悟りの霊力 っていうものが聞いてるっていうのがまあ普通のそのママさんたちに多い状態ですね。また旦那が出世するということもありますよね。あのだからまあ悟り開くということはまあ、そういうふうにね気づかないうちに周りの病気を治してたり怪我を、えー、しないようにしてたり交通事故に遭わないようにしてたりねまた旦那が出世するということになったりということに。 なってるわけですよねだからまあ悟りを開くっていうことはまあイコール他者のためになるということですねそれでまあ、かなりの新人になってくるとそのまあその自分の住んでる地域だけじゃなくて自分の住んでる県ですよねでまた自分の住んでる国のその運気を上げていく人もいますねでこれがもっと広がってくるとその地球の運気 いいいうとこままで、まあ、携わっていく人もいますよね、まあ、その場合はもう逆にその方はなんかその地球の環境汚染を自分が受けてそのがんになる方もいますよねだから悟り開くということは自分のためと思ってたらあのやっぱりできないことになってきますね。であの、まあ、どうやったらまあ悟り開くのかっていうのは、えー これはザ・ビドーの女性たちがやってることなのでよくねその方々のブログを見ていただくとかっていうことで、えー、感じていただくか、えー、まあ、えー、講習に来ていただけるかどうかこれ紹介者がいないとね来れないので、えーまあこ,まあ、この動画が貼り付けられてる ブログを読み込んでもらうとかそのブログは、えー、まだ最近のブログなので、えー、その以前の、えー、もう多分10年はいかないかも分かんないけど、えー、前からやってるやってた <laughs> ブログがあるのでそちらに飛んで過去記事から読んでもらうとかっていうことでずっと流れを見てもらうとね、えー その、まあ、悟り開くという、えー、ことの意味とかその悟りの開き方とかっていうことが読み取っていただけるんじゃないかなと。でもう面倒くさいっていう方は、えー、4つの、えー、もうまとえた動画があるので、まあ、そちらを、まあ、これも紹介者がいないと,ちょっと申し込みませんけどそちらの4つの動画を見てもらうともうそこに全てが、えー、凝縮されてますので。えー まあ、そのもう早くねっていう方はその4つの動画を見ていただければいいんじゃないかなと思いますもちろんこの今、えー、はお話している <laughs> 動画でもお伝えしていこうと思いますけどまあ昨日もお話しましたけどね結局前提になるのは当然やっぱ健康を目指すということですよねでこれを目指さないとそれじゃなくてもいろんな人の <laughs> 因縁を受けたり <laughs> 消化したり そうしないといけないので、ということは健康を目指してないと、もう瞬く間に自分が不健康になってしまうということですよね。だから、あのまず自分が究極的に健康になる。も、ま、う、あ、私の場合は常に、えー、その癌対策のあの <laughs> 食事というかね。はあの心がけてますし、もう今日も朝からね。そのがん対策の。 食品っていうのはもう食べてますもちろんそのえー、まあ昼以降もねそのがんにならないな <laughs> あな気持ちの持ち方とかっていうことは心がけてますしとにかく健康ということをまず、えー、目指すことですねそのためにできる努力っていうのはまあ大きくはもう3つしかないですすよね一つはもう大きく作用するのが、えー、食べ物ですよね。 2、えー、つ目に運動ですよね。で3つ目にやっぱり精神。えーまあ、精神というと結構難しく感じますけど、えー、とにかく、えー、精神という部分ではうんどう何が一番簡単かと言いますと、まあ、捉え方ですよねそのその皆さんねこう目の前でなんかこう例えば、えー、こけたと。 ならこれ悪いことが起きたというふうに捉えますよねただこけたことがなぜ悪いことなのかなぜ誰がそんなこと言ったのかということを巻き戻して考えてもらうとこけたことが悪いことっていうことはもう誰もわかんないですよねただ誰かがこけたら悪いことが起きたというふうに言い始めてもうそれが100% どんな人でもこけ,こけるイコール悪いことなんだというふうに一方通行のね捉え方になってしまっていると思うんですけどここを、えー、本当にそうなのかと。でこけたことによってタイミングがずれて大事故からその免れている可能性もあるしねっていうふうにその捉ええ方を、えー、変えるとということですよねで、えー、もちろんマイナスの方向に変えるんじゃなくてプラスの方向に捉え方を変える。 だからその事実っていうのは何なんだっていうと結局事実はないんですよねそれは勝手に自分がそ,のそう思い込む思い込んだということが事実であってねその自分で事実は決めれるという。 ことが真実ですよねだからまあ精神ということに関しては全てをプラスに捉えるで捉えるという言い方をしているのは思い込むということと分けないといけないですよね。思い込むっていうのはこれはその精神の技術というか悟りの領域には入らないですよね。それはもうただ無理がありますよね。こ、え、け、ー、てないこけてないとかねこけたのにこけてないとかね。 貧乏やのに貧乏じゃないとかね、まあそういうのは、えー、もう限界が来ますから、そういうことじゃなくて、えー、その貧乏な状態がどういうふうに具体的にあのいいのかということを、えー、っていうのが捉え方ということですよね。だから、えー、まあ食べ物はね、まあ皆さん勉強していただいて、えー、体にいいものを食べる。で、運動はまあ私の場合は えー、あんまり多く皆さんに伝えるとできないので、えー、3つぐらい、えー、まあ大きくは4つですよねの運動を皆さんにお伝えしてますでザビ道の方もこの4つの運動を日々心がけてやってますよねだから運動がないといくらいい食べ物を食べても <laughs> あのリンパの、えー、先に細胞があるのでね、えー、リンパっていうのはもう。 心臓のの圧力が届いいてないのでやっぱり運動をしないと筋肉を動かさないとリンパ管っていうのは動かないのでね、えー、その先に栄養がいかないということですよねで細胞で使った、まあ、エネルギーのカスというかねそれもやっぱりリンパ管を通じて血管に戻ってくるので老廃物、まあ、デドックスっていうことも、えー、細胞からの老廃物を流していくのもやっぱりリンパ管なのでやっぱ筋肉を動かさないと流れていかない。 ということですよねだからまあ、えー、食事、えー、それと運動でやっぱ精神という3つをねやっぱ向上させていくで向上させて何かっていうことはまあ、えー、一つ一つでは勉強されてやられていけばいいんじゃないかなとにかく悟りを開くっていうことは、えー、健康になるということをまず目指さないと座禅君で宙に浮いたところでね <laughs> あの健康じゃないと。 どうしまあ座禅君で何かお経を唱えようがね、えー、不健康じゃ、えー、悟りっていうのは当然あの開くことはできないですよねだから最低限、えー、健康ということをまず目指すことが第一になってきます。